哈大家好，我是自动的跑道魔。嗨，我们才共振。嗨，这边就是呢共振的Kawasaki。然后我今天要做的事情就是让日本人吃看看卡西威面。台湾的卡西威面，他们觉得怎么样呢？这个房子就是日本人之前的房子，这个在日本叫国家，但是从面是不知道。那里就是道の公園。国がやってる公園。全国に17カ所しかございません。台湾からですね、超庶民的なお菓子を持ってきたんです。ドン。はい、カシュエ麺。どう。ラーメン。ラーメン。うん。あれ？お。いや、割れてない。割れてない。え、そうなの？本当だ。あ、壊れた。あるかな。あるか。まだです。このまま。お湯は入れないですね。うん、お湯入れないです。カシュエ麺。カシュエ麺。まだ割れてないかも。見ていただいて。あ、本当だ。そうだ。いい匂いする。いただきます。どうぞ。うん。美味しい。うん。美味しい。美味しいです。辛い。辛い。辛くはないかな。なんだろう、胡椒すぐなくなりそう。ビールに合いそう。あ、そうですね。なんだろう、カップラーメンじゃないの。はい、問題です。いくらでしょう。100円くらい。50円。150円。40円ぐらい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、道の駅公園といえば広い。東京ドーム何個分。19個分。それからお花が綺麗。子供が遊べる。子供で多かったですね。仙台からどんくらいですかね。40分ぐらいですか、ね、車で40分ぐらい、はい、バスもあります。はい、来てください、はい、よろしくよろしくお願いします。何とぞどうぞ。動物は何が出ますか。カモシカです。イノシシも。イビスが走ります。猫も。はい、生大家ランルーベンレンツ台湾の好吃的东西。牛さん、すみません、下ろしていただいて大丈夫です。大丈夫。はい、おめね、来到了コンセンタザオ。这边是ザオ酪農センター、ザオチーさん。台湾のお菓子も。あ、さん。はい。はい、これ。カシュエ麺です。ラーメンですか。カシュエ麺です。どうですか、見た感想。ラーメンです。匂いもラーメンです。カシュエ麺です。カシュエ麺。カシュエ麺。うん。ラーメンです。でも味もお湯を入れたらラーメンですね。そうそうそう。美味しい。味どんな味ですか。ラーメンです。これ僕ラーメン持ってきたことになっちゃう。大きめだ。ラーメンですね。じゃあこれいくらだと思いますか。110円。100円ぐらいじゃないんですか。40円ぐらいですね。日本のスナック菓子この量だと100円もしますよね、うん、台湾に行ったらお土産に買います。美味しいです。よっしゃ。で味はラーメン。ラーメンでしたね。ラーメンでした。ここは何のお店でしたっけ。ザオにあるザオチーズのお店です。喜欢喝牛奶だね。喜欢吃好吃的チーズだね。来一下吧。一番売れてるのはこのバニラです。買いに来てね。村田町ですね。そうです。せーの、これ何ですか。せんべいみたいなもの。はいはい。今食べるんですか。そういうこと。割っていいんですか。はい、混ぜて。いや、めちゃめちゃいい音。食べてみて。どうしたどうした。なんかむせた。胡椒がね、うん、おいしい。おいしい、うん、むせるから気をつけて。むせたから言ったじゃない。小さいのにしよう。大丈夫。おいしい。問題です、はい、いくらでしょう。うわ、全然わかんないよ。日本円で言ってみて。80円。正解は、うん、40円。あんまり安く言っても、うん、もし失礼かなと思って。気を使ってくれたの今。気を使ってくれ。苦戦巻くかもしれない、うん、美味しいです。また気をつけてゆっくり食べて。ゆっくり食べて。胡椒が強いのよ。僕も最初めちゃめちゃむせた。村田のここ最高。村田に来たら、うん、隣の山椒記念館。山椒記念館、あそこすごいよね。ここは蔵の中の蔵って言った。そうだね。村田に来て蔵見るなら隣、絶対見てもらいたい。絶対見てもらいたい。来てね。来てください。バイバーイ。はい、じゃあおめえライダーオラ仙台銀座だへそのおさん。よろしくお願いします。お菓子持ってきました。やった。で
カーシュエ麺です。カーシュエ麺、はい、カーシュエ麺、カーシュエ麺、はい、麺、ラーメン。这个是一般般的盖水面，这个是我带点时候比较好吃的盖水面。みんな食べたことある。一波一波，頑張って。辛そうね。ラーメン。ラーメンのせ。胡椒がね、今。美味しそう。あ、あ、ラーメンですね。どうぞ。いただきます。いただきます。うん、うまい、うまい。美味しいです。塩ラーメンカリカリで美味しいです。美味しいです。日本人が好きそうな味がしますね。うまいです。うまい、うまい。問題です。いくらでしょうか。はい、美味しいよ。はい、どうぞ。150円。30円。10円。正解は40円ぐらいです。あ、なるほど、違う、ちょうどいい。すいません。なんで取り詰めするの。すいません。美味しい。これこっちの方が味濃い、はい、何点。100点満点で全部いきましょうか。はい、せーの、はい、100点。100円。100円って言う。お酒に合いますね、うん、ビール5杯いきます。ビール5杯。へそのおさんってどんな居酒屋ですか。気取らずに、うん、毎日通いたくなる居酒屋です。毎日通れる。はい、本当ですか。はい。佐藤さん、どんな店長。優しい店長。優しいです。とっても。仙台駅からどんぐらいですか。徒歩8分ぐらいですかね。所以呢仙台的车站差不多走路8分钟而已，所以呢来一下才变了。ね、お客さんもみんないい人たちですね。もうね、本当ですか。ありがとうございます。いい人ばっかりだった。見たかったら来てください。じゃあね。バイバイ。はい、大家我们来到了仙台机场了。で、今回運転してくれた加田さんです。よろしく。バス運転してくれた竹谷交通の川田さん。はい、はい、台湾のお菓子ですか。台湾のお菓子です。気をつけて。あ、いた。でその調理の粉みたいなのがあって。粉。違う、それじゃない。ただ今あなたのズボンめっちゃ見えなってる。ズボンめちゃめちゃなってますけど大丈夫ですか。うん、あのどう、日本のインスタントラーメンみたいね。うんうん、美味しいですよ。美味しいですか。はい。何に合う。ビール。ビールだね。ビールだね。ビールだね。ビールに合いますということでした。うん、じゃあ加田さん、これいくらだと思いますか。日本円で150円。正解は一袋40円ぐらいでした。安いね。安いでしょ。あ、そう。そうなの。40円。こんなに美味しくて。こんなに美味しくて。安いね。ですね。だからこれは日本に行くとき持ってったら喜ばれるよ、みんな。お酒のおつまみとかでね。うん、楽しいですね。うん。うちのお母さんと一緒に。どうぞ。はい。食べてみてください。ビール飲みながらね。飲みながら。今晩ね。どうぞ。はい。ありがとうございます。あれですよね。宮城に来たらバス乗ってほしいですね。そうです。よろしくどうぞ。観光だと。仙台空港、仙台駅行って、あと秋葉行って、うん、川崎町に。で、川田さんに会ったら、はい、川田さんこんにちはって言って、はい、川田さんこんにちはって言ってなります、ね。はい、よろしくお願いします。いや、もしバイバー。待ってます。待ってます。今回一緒に旅した仲間です。川田さん頑張って。揺れとるけど。いや、楽しかったです。猿も見たし。50匹もいる。台湾のお菓子持ってきました。お、名前は。化学名。え、材料は何。材料ですか。なんかいろいろ合わせたやつ。いきますね。川田さん大丈夫。大丈夫ですよ。で、大きい塊が好きな人とちっちゃい塊が好きな人いるんですよ。あ、だから自分で。あ、おいしい。うまい。だね。これはビールだね。ビール焼酎いけるね。焼酎もいける。結構胡椒ですね。これやりつきになったもん。うん。一番人気やっぱり。これめっちゃ人気ですね。さあ、ということで今回宮城をいろいろと回らせてくれましたが、宮城で一番推したいとこってどこですか。今からこれが冬になる。冬だったらやっぱりね、雪だね。あの空港から1時間で行っちゃうから。あ、近いですね。空港から見える山のところは大体スキーだね。というか雪遊びだね。あ、蔵王のことですね。
蔵王にね、蔵王ですね。皆さん宮城に来てください。来た時には冬だったら蔵王だよって、雪がいいってお待ちしてます。待ってます。じゃあねって言って、じゃあね、バイバイ。台湾の人に対して何か印象ってありますか？美人な人多いなって思う。美人な人多い。確かに、確かに女の人綺麗なイメージあります。ああ確かに。ビビアンさんとかそうですね。ビビアンスーとか、あとはツーウィーとか。千と千尋の舞台じゃないですか。ああ9分ですね。はい。台湾は、うん、本当に食べ物が美味しそう。いきます。你觉得台湾怎么样？台湾で流れる？そうですね。あとはもう来たら絶対お礼言わなくてないのが、はい、